はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、もう夏が近いということで、女性はね、やはりワンピースとかミニスカート、あとはショートパンツをね履いたりすると思うので、今回太もものね痩せるコアトレを紹介しようと思います。で、やはり太ももを細くしようと思うとスクワットをイメージしてしまうと思うんですけども、もちろん鍛えて脂肪が減る、もしくは引き締まって細くなるっていうパターンもあるんですが、ですが鍛えるということは太くなる確率もあるということをやはり頭に置いてもらわないと綺麗な足にはなれません。ということで、今回はプランクを応用した太もも痩せのメニューを紹介しようと思います。ぜひ最後までご視聴ください。で、用意してもらうものは、椅子です。この椅子を用意してもらって、どこでも家でいつでもできますんで、ぜひやってみてください。サイドプランクを応用した太ももの内転筋を鍛えるメニューです。まず肘つきます。足を伸ばします。ちょうど椅子の下ぐらい、真下ぐらいに来るように足を伸ばします。そしたら上の足は椅子の上です。そして手は腰です。このままで体を持ち上げていきます。その時に下の足をここまで、両足で椅子を挟む感じで下にある足を持ち上げてください。それで10秒キープします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 休みます。これを3セットやっていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10休みます。これが少し楽だよっていう方は、下の足をですね、上下に動かしていきます。ちょっとやってみます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、お疲れでした。今みたいにですね、太ももの内側、内転筋を鍛えることによって骨盤の広がりを抑えてくれますんで、まずお尻が小尻になる、そして足をいつもね閉じとくことが楽になってきますんで、徐々に骨盤が締まってですね、ハムストリングとかお尻に圧迫して横に広がっている筋肉を細くしてくれます。なので今みたいに内転筋をしっかり鍛えて、もちろんサイドプランクの応用編なので、ウエストのくびれや、あとは腹筋の引き締め、お腹の引き締めにも効果があります。今のをですね、10秒ストップというのを3セット。これはきつくないので毎日でもやってください。で、左右同じようにやっていくとですね、徐々に内転筋がつきますんで、ボールとかをね、挟んだりするよりもちょっと負荷が高いので、こういった感じでトレーニングをしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。コメントとかはね、ツイッターのリンクを説明欄に貼ってますんで、ツイッターのフォローをいただいて、そこから DM してもらうとですね、コメントのやり取りがね、スムーズにできますんで、ぜひコメントもお待ちしております。タートルでした。